株式会社宮城テレビ放送は宮城県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。通称、コールネームは宮城テレビ、愛称は宮テレ。NNNNNS 系列フルネットで東北地方における日本テレビ系列の機関局である。本社スタジオは仙台市宮城の区日野出町。営業。 事業部門は別に、仙台市青葉区一番町の仙台第一生命タワービルに拠点を置いている。コールサインは、ジョム DTV、リモコンキー ID は、キー局の日本テレビと同じ。4。加盟株式会社の持分法的要関連会社であり、同社の代表取締役の営業会長が、代表取締役会長を務めている。東北地方の日本テレビ系列局では、 最後発ではあるが、東北ブロック機関局として、東北6県ネットの番組をいくつか制作している。開局当初の MMT は案に加盟していたが、東北地方の日本テレビ系列局のうち、同様にかつて案に加盟していた福島中央テレビ、テレビ岩手とは違い、朝日新聞、テレビ朝日との資本関係は、今日に至るまで一切ない。宮城県内のテレビ局で唯一。 社名にテレビがつく。開局当初の略称は MTB、その後、コールサインジョム t v と親局のアナログチャンネルである 34CH からミリメートル34に変更。現在の略称である MMT は1985年から使われている。ただし、ニュース番組などのタイトルに略称は用いていない。企業、団体の名称、個人の肩書きは、 当時のもの。出展、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日東日本大震災により、休止中の番組制作局の表記のない番組は日本テレビ制作。内話当時放送されていた日時、アニメ他多数の番組は、MMT になってからもネットは、 現在も放送中。因は一時期仙台放送でも放送されていた番組はアナウンス部長経験者。2019年4月現在男性女性デジタルテレビ、日本テレビ系列のリモコンキー ID チーズコールサイン、ジョム DTV コールネーム、宮城テレビデジタルテレビジョンリモコンキー ID4、アナログテレビ2012年3月31日、定ハコールサインジョム TV コールネーム、 宮城テレビ完全移行以前に廃止されたアナログ中継局過去。ありがとうございます。